1955年に完成したダムによって形成されたラドン湖。ラドン川あるいはラドナス川はギリシャのペロポネソス半島を流れる川である。イオニア海に注ぐアルフェイオス川の支流で長さは約70キロ。ラドン川の名はすでにヘシオドスの浸透機で言及され、古来より景観の美しさで名高くギリシア神話にも過信として登場している。 ラドン川の水源は赤谷アのクレートリアの市町村単位であるカストリア村の近くのアロアニア山西側の斜面にある川は南に流れ左からの支流アロアニオスの合流を受けながらクレートリアに沿って流れた後アルカディア県との県境近くで南西に曲がるその後川は細長いラドン湖に流れ込むがこの湖は1955年に完成した ラドン水力発電所ダムによって川の水がせき止められて形成された人工湖である。川はさらにディミトラの近くで再び南に曲がり、トリポタミア村の南東3キロの地点でアルフェイオス川に合流する。また、フィリア付近ではトラグス川が合流する。ラドン川はヘシオドスが浸透機で言及した25の川の一つであり、彼らはオケアノスとジョー・テテュスの息子であった。 ラドン川は、同盟の家臣として擬人化され、神から求愛された魅力的な妊婦や、人間の乙女の父親だと信じられていた。アポロンに求婚されたダプネは一説によるとラドン川の、娘だった。また娘の一人であるメトペは、ボイオテア地方のアソポス川の家臣、アソポスと結婚して、多くの娘を産んだと伝えられている。ラドン川の流域には、 家臣の娘の名前に由来する都市、テルプサがあった。この町は、パウサニアスの時代には、廃墟となっていた。またエウアンドロスは、ラドン川の娘とヘルメス人の息子だった。川は、ギリシア神話によると汚れを浄化する力を持っていた。ワタツミポセイドンがデメテルを襲った時、彼女は、ラドン川の流れで、ポセイドンから受けた地獄を洗い流したと伝えられている。 パーン神に追われたシュリンクスは、ラドン側に遮られたが、その川辺で足に変身した。ありがとうございます。